野田ジュジュ選手が日本に来ています。ダイレクトカーズの新しい店舗のすぐ近くにある鈴鹿サーキットで会えると聞いたので、ラックキャンピングカーチャンネルがすぐにキャンピングカーに乗って三重県に向かいました。選手の大ファンがたくさん集まりました。ラックキャンピングカーチャンネルでもジュジュさんの動画が一番人気です。ありがとうございます。今回はスーパーフォーミュラーの合同の練習に参加します。初めて乗るスーパーフォーミュラーで、鈴鹿もほぼ初めてなので、本当に、たくさんのことを学んで、思った以上にハードなスケジュールでしたけど、でもすごく楽しくて、久しぶりに日本のファンの方の前で走ることもできたので、すごく嬉しいですし、ありがたいですね。そういった面でもすごくいいチャンスをいただけたなと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。今鈴鹿サーキットにいます。前夜から帰ってきました。今日は鈴鹿サーキットでですね、ジュジュが、久しぶりに、日本で走るということで鈴鹿に来てるんですけど、なんと、日本の、最高峰のカテゴリーの、スーパーフォーミュラの、マシンで、今日は走りました。初の、ビッグパワーのフォーミュラーカー、それと、鈴鹿サーキットもチームも、何もかもがこう新しい経験だったので、彼女にとってはすごく大きな、チャレンジングな一日だったと思います。まだこの後も、テストは続きますので、引き続き、本人には頑張ってもらおうと思います。で、あと今日はですね、実はヨーロッパで、レースを転戦している時にはですね、我々は自宅は家はなくてですね、大きなモーターホーム、キャンピングカーの生活をしております。でそのキャンピングカーでいろんなところを転戦して、レースをして回ってるんですけど、その際はですね、アドリアの、ソニックという、非常に大きな、キャンピングカーですね、そこに生活をしながら、レースを、転戦していると。で、今日はですね、この鈴鹿サーキットの近くにですね、ダイレクトカーズ、というキャンピングカーの大きな、ショールームがありまして、そこのダイレクトカーズさんのオリジナルのモデルですね、ここの後ろにこう映ってますけど、このトリップというモデルのこのログベース、という車両になります。これはダイレクトカーズさんがオリジナルで、製作した車両で、非常にコンパクトなんですけど、すごく中は快適で、必要なものがぎっしり詰められているという、すごくアイテム的には日本の交通事情とか、スペースに、駐車場にも止められる。そうですね。もう普段の足使いでもできるんじゃないかっていう、コンパクトの中にでも必要なものはちゃんと詰められてるっていうような、そんな車両になってます。中もとってもログベースなので、
木がモデルになっててすごくいいです。はい、来年はですね、まだ何をどういう活動になるかっていうのはわからないんですけど、まあ、ジュジュも来年は18歳になりまして、いろんなレースに出れる年齢になりますから、まあ、今年戦ったカテゴリーよりもさらに上のカテゴリー、それからいろんなレースに出ると思うので、もしかしたらあの日本での活動も増えるかもしれないですね。まあ、そうなった時は本当にあの日本でもですね、ヨーロッパ同様、こういうキャンピングカーを、と活用して、で、また転戦できたらいいなというふうに思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。